アンヌ・テレサ・ド・ケース・マイケルは、ベルギー出身の振付や、ダンサー、演出家である。1983年に女性4人による、舞踊団、ローザスを立ち上げて以降、数々の作品を発表し続けており、カンパニー結成から現在に至るまで、世界のコンテンポラリーダンスの中心軸に位置、し続けていると評されている。1960年、ベルギーのメヘレンに生まれる。 高校の最終学年までは音楽、特にフルートを学んでおり、ダンスを学んだ経験はなかった。18歳の時、ブルッセルにあるモネ劇場付属の舞踊学校、ムードラに入学する。同校は、振付やモーリス・ベジャールが主催していた学校であり、デュケース・マイケルは、同校で音楽を教えていたパーカッション奏者のフェルナン、試練から大きな影響を受けたと語っている。 1980年、ムードラで最初の振付作品、アッシュを発表した。1981年、ド・ケース・マイケルはムードラを退学し、ニューヨーク大学のティッシュ芸術学部へ留学する。ニューヨークではポストモダンダンスやミニマルダンスに触れ、強い影響を受けた。翌1982年にベルギーへ帰国した後、スティーブ・ライヒの音楽を用いたダンス作品、 ファーズを発表する。本作は、一つのソロ作品と三つのデュオ作品から、なる四部構成をとっており、来非のミニマルな音楽に合わせて、単純な振り付けを反復しながら、その動きを少しずつずらしていくという、緻密な構成を持つ作品であった。本作が、アビニョン演劇祭などで上演されたことをきっかけとして、ドゥケース・マイケルは、国際的に名を知られるようになった。 1983年、ドゥ・ケース・マイケルは、女性だけの舞踊団、ローザスを立ち上げる。創立時のメンバーは4人で、ドゥ・ケース・マイケルのほか、ムードラで学んだ3人のダンサーが参加した。同年5月6日、ローザスは、ブルッセルで開催された、カー・イターターフェスティバルにおいて、最初の作品である、ローザス・ダンス・ローザスを発表した。楽曲は、 ェリー・ドゥメイとペター・フェルメードメメペタフルルが手掛けた。ローザスダンスローザスは前作のファーズ同様ダンサーたちが単純な動作をずらしながら反復していくという構成を持つがそこに激しい動きや女性性を強調するような身振りが加わっていることが特徴的である本作を含む初期のローザス作品はミニマルなダンスに女性性を意識させる日常的な動作を 感情を伴わない記号的な振り付けとして融合させている点が注目された。ローザスダンスローザスは国際的に高い評価を受け、1987年にはベッシー賞を受賞した。ドゥケース・マイケルは自身にとってローザスというカンパニー名の最も重要な点は、女性名であるローザという子が女性を表していることだ、と語っている。また、ローザスダンス、 ローザスというタイトルについては、自分たち自身が踊るのだということを意味しているとともに、作中に出てくる反復という要素も含んでいると述べている。女性4人で結成されたローザスだが、後には男性ダンサーも加入し、アクターランドなどの作品を発表する。モネ劇場1992年、ローザスはブルッセルのモネ劇場の専属舞踊団となり、2007年まで、 同劇場を拠点として活動した。この間、ルケース・マイケルは多数の作品を発表している。代表的な作品として、現代音楽グループのアンサンブル・イクトゥスと共演したドラミングやレインのほか、バッハの楽曲を用いたトッカータやシェーンベルクの同盟楽曲による清められた夜などがある。その他、アイセット・アイやインリアルタイムといった作品ではテキストや 演劇的な表現も用いている。また、マイルス・デイビスの楽曲を使用した、ビッチェズ、ブルー、タコマナ・ローズでは、振り付けにインプロビゼーションを取り入れ、従来の精緻な構成を持つ作品のイメージを塗り替えた。1995年、ローザスト・モネ劇場は、1987年にローザンヌへ移転していたムードラの光景として、新たな舞踊学校である。 PARTS を設立した。モネ劇場を離れた後も、ドゥ・ケース・マイケルは、ローザスを率いて、精力的に創作を続けている。近年の代表作として、ジェラール・グリゼーの楽曲を使用した、ジノ・ウズなどがある。また、戯曲や詩などのテキストを用いた作品として、ブライアン・イーノのアルバム、アナザー・グリーンワールドとシェイクスピアの戯曲を組み合わせた、ゴールデン・アワーズや、 ライナー・マリア・リルケの詩に基づく、キシュ・クリストフ・リルケの愛と詩の歌などがある。ドゥ・ケース・マイケルは、ダンス作品のみならず、オペラの演出も手掛けており、代表作に、ハモ・オンナや、パリ・オペラ座で上演された、コジュファン・トゥッテなどがある。2020年2月には、ドゥ・ケース・マイケルが振り付けを手掛けた、新演出版ミュージカル、ウエスト・サイド・物語がブロードウェイで上演された。 ドゥケース・マイケルのダンス作品の特徴として、しばしば指摘されるのが、音楽と振付の緊密な関係性である。舞踊評論家の岡見さえは、ドゥケース・マイケルの多彩な作品の根底にあるのは、音楽とダンスの関係性の探求であると述べている。それは、単に音楽のリズムや雰囲気に合った振付を、踊るということではなく、幾何学や数学の知を使い、 楽曲の構造を丹念に分析することであり、そのことによって楽曲の原理を抽出し、研ぎ澄まされた体でそれを自在に増幅させている、という。ルケース・マイケル自身、振付の構成にあたって、黄金比、数比術、数列などの考え方を用いることがあると述べている。ルケース・マイケルの用いる音楽は幅広く、クラシックからジャズ、 現代音楽まで様々な時代の作品を取り入れている。また前述の通り、音楽のみならず、戯曲や詩などのテキストを用いた作品も創作している。パリオペラザバレーで上演されたレインのカーテンコールド・ケース・マイケルの作品はパリオペラザバレーで上演されており、レイン、弦楽詩重奏曲第4番などが同バレー団のレパートリーになっている。2011年、 歌手のビヨンセがミュージックビデオカウントダウンにおいてドゥケース・マイケルの作品ローザス・ダンス・ローザス及びアクターランドの振り付けを表設していたことが指摘された。ビヨンセもミュージックビデオの制作にあたってローザス・ダンス・ローザスを参照したことを認めた。ドゥケース・マイケルはこの件についてコメントを発表し、その中で次のように述べている。 私は今回の件について怒っているのか光栄に思っているのかと聞かれていますがどちらでもなくむしろ嬉しいと思っていますローザスダンスローザスは1980年代からダンス界の内部では人気がありましたが今回の件で普段このようなダンス作品を見ることのない多数の人々にも本作を知ってもらえたかもしれないからですそれに ビヨンセは単に下手なモノマネをしたわけではなく、歌とダンスは、とても巧みで、センスがいいと思います。しかし一方で、こういった引用を行うにはかるべき手続きがあり、ビヨンセや制作チームがそれを知らなかったとは、考えられませんと指摘している。さらに、1980年代には、ローザスダンスローザスは、女性の立場から、性的な表現をした作品として受け止められ、 ガールパワーの主張であるとみなされました。当時はよくこれはフェミニズムの作品なのかと聞かれたものです。しかし今回のビヨンセのダンスは見ていて心地よいものでしたが尖ったところは全く感じられません。楽しい流行りの作品というような魅力しかありませんでしたとも述べている。このように批判的な意見を述べつつもコメントの最後は次のように結ばれている。 振り付けが似ていたことの他にも面白い偶然の一致があります。皆が教えてくれたのですが、踊っているビヨンセは妊娠4ヶ月だったそうです。1996年にローザスダンスローザスの映像を撮影した時、私も二人目の子供を妊娠していたのです。だから、今はただ、娘が私に喜びをもたらしてくれたのと同じように、ビヨンセにも喜びが訪れることを願っています。 ルケース・マイケルの主要な振付作品は以下の通りである。ルケース・マイケルの振付作品は多数映像化されている。主な作品は以下の通りである。ありがとうございます。